お控えなすって。おいらはゲーム界は大井戸のはぐれ町でウイを使い、生まれながらに真っ正直で曲がったことのデッキレーラー、あっこえもんで待ってました。へ、頑張れゴエモン。先日現れた正義のゴエモンの正体は依然謎に包まれております。巷で噂されているように、本当にゲームの世界から我々の世界を救うために現れたのでしょうか。幸い先週の事件では人的被害はありませんでしたが、こうした謎の事件に対処するため警視庁では新たな捜査課が設置されました。名称は X 課。今後予想される怪事件や超常現象に備えられます。僕が X 課の主任ですか。そうだ、君はあの切腹丸とかいうゲームの中の悪党の第一発見者だろう。いや、そりゃうちの息子でして。とにかくこれは決まりなんだ、よろしく頼むぞ。よろしくと言われても何をどう操作すればいいんです。相手はゲームのキャラクターですよ。それを考えるのが主任の仕事だ。ここに資料がある。これを読んで奴らのことを研究したまえ。これですか、わかりました。花のお江戸は大騒ぎでゴエモンたちがゲーム界の平和を守ってて正義の味方ってわけで。そう、それでゲーム界の悪魔で切腹丸をこちらに送り込んだのが幕なんだっけ。幕はムーゲ、とんでもなく悪い野郎らしいんだが、誰もその正体を知らねえんだ。そのマクアムーゲってやつが僕らの世界を狙ってるのは分かったけど、どうしてゴエモンたちがこのコンピューターテレビから出入りしていることを秘密にしとかなきゃいけないの。こいつがオイラたちの出入り口だって切腹丸の野郎にバレたらこの家が狙われちまうぜ。そんなのダメだよ、やつらに家を壊されちゃうじゃないか。だろう、だから絶対秘密にしといた方がいいんで。だけど父さんや母さんにまで。人を欺くにはまず味方からと昔から言われた。ギャル発見。なんだよこの気持ち悪いの。ありゃ、おい、それはギャルじゃないぞ。ギャルなんだこりゃ。よっちょこりゃ失敗作じゃったな。誰おじいさん。わしは桃地物知りの助、物知りじいさんと呼ばれとる。物知りじいさん。そう、このじいさんはオイラの仲間でいろんなことを知ってるんだい。それにわしはからくり作りの天才でな、ゴエモンインパクトを作ったのもこのわしなんじゃ。へえ、すごいんだね。ほっほー、まあな。ついでにこの出入り口に電脳トンネルをつなげたのもこのわしじゃ。切腹丸がこっちの世界に入り込んだのを知って慌ててつなげちまったら、たまたまこの部屋だったんで。たまたまなの。じゃがな、
とにかくこの出入り口のことはくれぐれも秘密じゃぞ。うん、さっきの人形が言ってたギャルって、何を言いやギャルなんちゃって。お本、まこうなったのもええんじゃ、仲良くやろうではないか。ガス、お昼ご飯よ。あ、母さん。あら、ゴエモンちゃんもいたの。またお邪魔してるぜ。こちらどなた？え、いや、その…この家の奥方でござるか。お初にお目にかかる。わしは物知りじじと申すもの。あ、ゴエモンちゃんの。そう、知り合いだって。これはどうも、はじめまして。よかったらお昼ご飯をご一緒にいかがです？ご飯でか、わても壊して。エビスマル、おめえそんなところで一体何やってたんで。ほにちょっとお昼寝や。見回りに出たんじゃねえのか。まあそんなに固いこと言わんとご飯食べましょう。あの野郎、調子のいい。いいじゃない、食事は人が多いほど美味しいものよ。うまい。なんや、つかさはん食べまへんのか。エビスマル、明日ねえぞ。おかわりならいくらでもあるから心配しないでね。さすが奥方、美味しいの。お礼と言ってはなんだが、これを差し上げよう。なんですの？わしが作った自動ぬか味噌かき混ぜ器じゃ。この手をぬか味噌の中に突っ込めば、あら不思議、自動的にぬか床をかき混ぜてくれるんじゃ。ほら、これでぬか味噌臭さとおさらばじゃ。はあ、物知りじいさん。ん？あら、八重さん、あなたも食べる？ええ、ありがとうございます。八重ちゃん、見回りの役目ご苦労じゃった。それで切腹丸の行方は？それが、どこにも。そうか、やはりの。やはり、何なの？わしがこっちへ来た理由は偵察じゃよ。偵察？そう、人間界のことを知るためにの。のギャルじゃ。そういや、おいらたち人間界のことはあんまり知らねえもんな。それは切腹丸も同じことじゃて。やつも今頃人間界をじっくり観察しておるに違いない。そうか、それで見つからないのね。そういうことじゃ。こんな怪物がいたでなし。おいしそう。キキ、バキャロ、危ねえじゃねえか。キキキ、当たったら痛かろ。人間界は恐ろしいぜよ。なんだあれは、ベタベタしよって。ちっとも感触指数が上がらないではないか。はい、あーん、あーん、いやー、カラスだ。もう、あっちへ行きましょう。こいつは…かわいいやつ。切腹丸が人間界のことを勉強してるんなら、オイラたちも勉強した方がいいんじゃねえか。負けずによ。そうじゃな、わしも生のギャルが見たいし。あ？いや、こっちの話じゃ。のう、つかさどの、物見湯さんに町を案内してくれんか。え、案内？あら、物見湯さんですって。私も行きたいわ。おみっちゃん。おみつ、お前何しに来た？ごえもんさんにおはぎとお弁当を届けに来たんじゃない。おじいちゃんこそここで何してんの？おじいちゃん？そう、おみつはわしの孫じゃ。おいら、もう腹いっぺいで。やだ、せっかく私が作ってきたのに食べられないっていうの？あ、いや、食べられる、大丈夫。おみっちゃんの弁当はうめえからな。ありがとう。何、どうしたの？なんでどないしたんや？あれ、はい、あ、じいさん。いや、まだまだ改良の余地があるようじゃな。どうしたい、浮かない顔して。だってさ、アスカちゃんと約束があったんだよ。宿題を一緒にやろうって。なのに。
オイラたちに付き合うために断っちまったってのか。そういうこと。そいつは悪いことしたな。ところで宿泥ってなんだ。はあ、こりゃすげえ人手だぜ。うわ、にぎやかね。ほんまやな。ほへー、お祭りでっか。日曜日はいつもこんな感じだよ。うひょひょー、ギャルがいっぱいじゃん。なんなんだよこのジジイ。ジロジロ見てんじゃねえ。生のギャルはちょっと怖いの。お、アスカちゃん。あ、つかさくん。どうして。つかさくんから宿題を一緒にやれないって電話があったすぐ後に、目白大くんから映画のお誘いがあって。アスカちゃんとの約束をキャンセルしてこんなところで何してるんだい。いや、僕、のぼるちゃん、映画が始まっちゃうわよ。うん、まあまあ。じゃ、アスカちゃん、こんな約束をズルするやつはほっといていこう。ええ、つかさくん、また明日学校でね。あ、そんな。振られたのかい。しょうがねえな。違うよ、ゴエモンたちが付き合わすから。まあ気落とすな。そうだ、あの天守閣に登ってみようぜ。そうすりゃ気分も変わら。この道昨日まで車が走ってたです。なのに今日は人がいっぱいぜよ。この人通り歩行者天国というらしいが、この切腹丸様が解明してやる。歩行者地獄とな。そうなればとてつもない感触が巻き起こり、さらなる恐怖がやってくるのだ。キキキ、アハハ。頑張れゴエモン。頑張れゴエモン。ゴエモンちゃんたちは？奴らならあそこじゃ。あ、いや、なんか他のエレベーターに乗ったみたいだよ。あら、そう。早かったのね。おう、壁登りの術を使ったからな。やだ、面白い。それにしてもすごいでんな、この眺め。これが日の見櫓なら火事は一発で見つかるぜ。ふん。じゃが、ギャルが見づらいな。ん？何じゃ、この遠眼鏡見えんぞ。お金を入れなきゃ。かたじけない。あ、なにあれ。あ？あれってカラスじゃねえか。そのくらいわかるよ。でも、なんだか変だよ。おだだだ、ごめんよ、じいさん。この早いじゃ、何すんじゃ。やっぱり切腹丸で。なんだって。秘術カラス妖精、人間どもよみっちりと癇癪を起こさせてやる。切腹丸、そこまでだ。この正義のゴエモンが来たからにゃ、てめえにこれ以上の悪事はさせねえぜ。愚か者めが、これでも食らえ。ぎょうさん来よったね。あ、いや、やだ、汚い。てめえ、だ、待ちやがれ。うわっ、みっちりと痛めつけられておれ。
熟した。いでよ、アラガーラス。何？カラスの化け物が現れた？人間どもよ、このガラガーラスでみっちりと痛めつけてやる。やろう！いい加減にしやがれ！いけ！ちょえい！天地仰天、五右衛門インパクト！お待たせ！100倍！ 100 倍！さらに100倍！天地仰天、五右衛門インパクト！ベタなデクノ亡命、準備 OK。 ほな行きますせ。やい、化けガラス、これでも食らえ。おっと、そんなパンチにやられるか。アホ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 。その通り、奴らはアホだ。そのアホさ加減をみっちりと思い知らせてやる。おどうした、インパクト。油断したです。離せ離せ。あかん、空を飛んでまんがな。捕まっちゃった。まずいぞ。僕も行く。五右衛門さんが、おみっちゃん、しっかり。ここまで来れば軌道からくり人形などコナミ人、さらばだ五右衛門。いかん、あの高さだととんでもないことになるぞ。制御不能です。主な駆動部が故障したようです。心配するな、すぐ修理してやるぞ。なんや、クラクラする目に遭いましたわ。あんやろうは、てと、今度は人間どもを痛めつけてやる番だ。あの野郎、許さねえ。せやけど、どないしてやっつけるんや。じいさん、インパクト使えるかい。応急処置ならできるが、飛んでいるあいつと戦うのはちょっと辛いぞ。そうだ、じいさん。なんじゃ。おお、どうなってんだ。じゃあいつまで経っても現場に到着できないぞ。なんだ。やつめ、まだ懲りずに。
正義のぬかみそ混ぜ混ぜ手裏剣で。なんだ、どうした。僕が死んだと思ったか。逃がさないよ。照準設定完了。バキガラス、カニをぎょうさんごちそうしたるさかい、ありがとう思えや。みっともない。あ、正義の勝利。ゴエモン、本当に危ないところだったな。命の恩人ね、ありがとう。いやー、こいつは参ったら。あーん、げおみっちゃん。あたしがあんなに心配してたのに、こんなところで。許せない。おみちゃん、誤解だってば。もう、ゴエモンさんなんかに何も作ってあげない。そんな、うん、天下のゴエモンさんもおみっちゃんには刀なしね。ほんまでんな。誤解だってば。ドームスタジアムに爆弾だって。切腹丸のやつ、物騒なことしやがる。サッカーの試合中に爆発したら。なーに、サスケが完成すれば安心でい。サスケって、物知り爺さんが作ってるからくり人形でい。本当に大丈夫なの。次回頑張れゴエモン。スタジアムがパニックでい。あれが爆弾処理能力。